はようございます。ノブです。7月19日、今の時間が8時58分です。先ほどヒルトンのホテルからサンセットビーチに歩いてきましたが、ちょっとこちらはさらにサンセットビーチにちょっと近いエッセルホテルカンパーニャ、通り行き方あるんですが、こっちから行きますかね。こう出ると、さっき通った道出るんですが、こちらから普通にカンパーナホテル沖縄の駐車場とかを前を取って、島通りのお店があったり、ハブボックス、T シャツとか、結構沖縄独特の T シャツとかが売ってたりするお店があるんで、そこを通り抜けて行くとすぐあります。橋を通り抜けて歩いてたのあっちです。サンセットビーチ到着です。こっちはすぐです。目の前に見えてるんで迷う人もいないと思います。から来るとなんかビーチに入ってきたなっていう感じの雰囲気があります。そしてここリンケンズホテル、最近できたホテルですね。ヴィッセルホテル、新しいまた塔を建ててます。それも楽しみです。さっきも紹介しましたが、多分今週末イベントがあると思われるんですが、ステージが組まれてますが、台風の影響でどうなるんでしょうか。はい、サンセットビーチです。はい、それではヴィッセルホテルからサンセットビーチまでちょこっと散歩してみました。ありがとうございます。